大井上靖8月21日から1952年9月23日は農業学者、民間育種家。ぶどう、巨峰の生みの親として、また今日では常識となっている栄養周期理論の提唱者としても知られる。静岡県伊豆市城白岩にある大井上靖学術文献資料館。巨峰はここで誕生した。現在この建物は国の登録有形文化財となっている。海軍軍人の子として、広島県江田島の海軍兵学校官舎で生まれる。幼少時に病気を患い片足が不自由となったため、農業学者を志した。東京農業大学卒業後、茨城県の酒造会社、神谷酒造所牛久ぶどう園の技師となる。ここでぶどうの交配育種の取り組みと、作物栽培法の研究に没頭、また植物に容易に栄養素を与えず、必要な時期に必要な栄養素を最低限与える、栄養周期理論を提唱した。しかし、この理論は当時の学会では異端視されたため、大井上靖は農学界を去り民間育種家、園芸家となる。1919年自らの農業理論実践のため、富士山を望む静岡県田形郡へ、近江村に大井植理農学研究所を設立。本格的にぶどうの研究に打ち込んだ。要所の関係文献を読破、また、ヨーロッパ各国で理論と実際を学ぶなどし20年を超える試行錯誤の末、1942年、岡山県産の石原早生と甲州産のセンテニアルを掛け合わせ、かつてない大粒かつ糖度の高いぶどう交配に成功。1946年この新品種を研究所から見える富士山にちなみ、巨峰と命名した。しかしは、戦中戦後の食糧難の時代、主食の米などの栽培に重点が置かれ果樹栽培まで目が向けられることはなく、さらに栽培の難しい巨峰はその後も苦難の道を歩んだ。大井植はその功績を評価されることなく、戦後の1952年に亡くなったが、その弟子たちによって改良が加えられ、食糧難を脱し果樹栽培が盛んになると、日本各地の農家で巨峰の栽培も盛んとなった。現在日本で出荷されるブドウの約6割が巨峰と言われている。また、ピオーネ、富士実も巨峰から改良されたものである。100年近くも前に大井植が提唱した栄養周期理論は、今日、健全な植物育成のための基礎として知られている。ちなみに、栄養周期理論は商標登録されている。商標名、栄州、商庫、栄州、永州。登録番号、第923972号、指定商品、第29類、指定商品、第31類、指定商品、第32類、商標、栄州米、商庫、永州米、永州、登録番号、第2354006号、指定商品、第30類2008年6月6日、日本テレビ系、未来創造堂、第112回放送で、ぶどうの未来を切り開いた男として大井植の半生が取り上げられた。本田、ONWare未来創造堂。ありがとうございます。